おやすこんにちは。早く寝ようと思っていたアメユリです。現在1時37分ですね。あのね、多次元に食らいついてましたけど、まあ結果、やっぱ俺は多次元に向いてねえなと。まあとりあえずね、まあ裏木工場で試し打ちしようかなっていう感じになりました。リーベ使っていきたいと思います。はい。多色確定購入できるキャラクターとなっております。買う価値あるのかどうかというところなんですが、まあ正直買った方がいいかなと思います。結論はそんな感じですね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。っていうわけにもいかないので、バインドスキブ2つあっての封印耐性の20ターン変身でダメージ半減と 30% 回復。これね、かなりいい変身の仕方するね。最初耐久効くのはいいと思います。で、変身するとバインドお邪魔耐性プラス封印耐性 LG、5色3つにスキルチャージガードブレイク。めっちゃ覚醒強い。うん、LG 持ってるのとお邪魔耐性プラス持ってるのはマジで評価高いですね。で、潜在8枠触れるのもまた強い。で、回復力も高い。で、10ターンスキルで、全ドロップ6解除の全職人と5ターンダメージ軽減ですね。これがスキルチャージを生かしてループします。多色で素でループできるので、まあ、多次元でいうところのなんかクルセイダーあらかじめ打っておきましょうみたいな。アシスト剥がされても自身が軽減スキルなので、まあ、セイナの攻撃とかかなり受けやすいっていうのがありましたので、まあ、多次元に行ってたんですけども、なんかいまいち、まあ、勝てそうではあるが、みたいなところまで行って、ちょっと火力及ばずって感じでね、エンハンススキル欲しかったなーって思いましたね。ダイとクラピカで行ってたんですけど、あれだとエンハンスループのスキルやっぱないと厳しいのかなっていう感じになりました。ということでね、冒頭でいきなり死んだと思いますが、まあ、今回は、編成をガラッと変えて、イデアルの中に入れて使っていきたいと思います。76イデアルですね。編成としては、アテン、緑の方には遅延2の無効貫通潜在クライム耐性プラスを聴覚線つけて、上には10連ガチャトラ。ここはまあ、2ヘイストでなんかバインド持ってればいいかなって思いますけど。で、リーベ、今回の主役には、今回、あれ、イルミナちゃんつけてますけど、十字消しだったら何でもいいかな。回復力漏れるイルミナだったり、あとは、ダリアの武器だったりが結構おすすめ度は高いですね。で、イデアル今回リダチェンしていきますので、ミアダ。で、毒目覚め潜在をつけてます。4色攻撃強化、聴覚性。で、カーリですね。スキブを聴覚性にしてまして、遅延2のが、無効貫通潜在で、シェリングフォードアシスト。で、バレンタインアキネ4色つけて、無効貫通潜在つけて、4連ガチャドラか、アシストですね。で、イデアルフレンド枠のフォローには、無効貫通潜在と4色とアマージュをアシストしております。ということで、これでやった映像を見ながら行きましょう。はい、ということでやっていきます。まあ性能自体はかなり優秀なので、今後の多色のリーダーが出た時もまあ入りやすいんじゃないかなと。というかまあ自身もね、リーダースキルまあまあ面白い。ドラゴンと回復タイプ1個につけ HP 上昇い何ぼ 11% 上昇かな。はい、合ってますかね。はい、まあそんなところだったかなと思いますので、タイプ追加の武器とか今後出てくると思うので、どんどん強くなっていくケースはあるかな。この手のリーダースキルが今後流行るかもしれないよね。で、今回はとりあえず一発目半減スキル打ってるので変身で、そこでまあ耐えて、シェリングフォードは頃合い見て、まあ2ターン目ぐらいに打ったらいいんじゃないかなって思います。で、あとは貯めていくだけって感じですかね。とりあえず2フロアに行くときにミアーダのリダチェンが使えるようにしておかないと、操作時間とか回復力とかがしんどいかなっていうところです。はい、ということで、2フロア。ここでミアダリダチェーンしていきます。で、アテンにつけている10連ガチャドラとか、ヘイストの武器、スズランでも何でもいいんだけど、まあ、ここも打っちゃいましょうと。アテン君は使いたいのが、5階層の攻撃デバフですね。そこで上書きでエンハンスとして使いたいので、そこまでにアテンのスキルとしてね、帰っておいてもらう必要があるので、まあ、早めに打っていくって感じですね。ただ今回ちょっとね、なんかいろいろ時間かけすぎたせいでね、まあ後で見たらわかるんですけど、アテン君たまり直します。はい、3階層に関してはクライム目覚め来てしまうので、十字消しを入れていきましょう。光と水ですね。まあ5個ずつあれば両方決めていきたいかなというところです。はい、とりあえずこれで、属性吸収は基本的にはまらないかなって思います。何回かやったんだけど、別に属性吸収スキル打つ必要はないかなっていうところで、4階層に関しては覚醒無効とかなんやかんややられるので、イデアルのまあ闇イデアル安定かなって思いますけど、ここはね火も打っちゃっていいですね。あの火のイデアルは
パールバッティが出る8階層までに回復エンハンスとして貯めておきたいので、ここのまま置いとくといざという時溜まり直してなくて、あ、回復ゼロでみたいな感じになるので、回復エンハンスとしてもうここでね、僕は2回目で打ってるかな。最初闇イデアルで解除して、次火のイデアルで打ってっていう感じで、でここでねちょっと時間かけすぎたせいでね、ちょっとアテン君がですね溜まっちゃってるんですよね。10連ガシャドラもう一回溜まり直しちゃって、これは俺のミス気づかなかった、溜まってることに。だからここでさらにちょっとアテン君溜め直してます。さすがに抜きづらいので、はい、これ、ね、ミスったねって感じで、もう10連打って、であとはもうひたすらまたスキルチャージで溜めて、アテン君溜まり直してからここの階層は突破してるって感じです。ちょっとこれ無駄な動きしましたね。はい、ということで6階層はアキネのスキルをしょっぱなから打ちましょう。遅延食らうので4連ガチャドラは自然と戻ってアキネになると思います。で3探吸収無効で次のね3連ガチャドラがダメージ吸収やられちゃうので、まあ、そこにも刺していければいいと思うんで、ここはあと消せない状態解除でイデアル打ちますけど、ここをね2パン突破してあげると、まあ3連ガチャドラが何も気にせず抜ける。ただダメージ吸収無効打ってなくても3連ガチャドラは副属性の水とかで抜けます。なのでまあそこまで気にしなくていいかもしれないです。はい、今回は5連でした。5連は、ロック花火やられちゃうので、ここでね必ず今回の主役リーベかな、リーベのスキルとかを残しておいてください。で固定ダメージは1しかないので、ここは2パンで突破します。はい、攻撃はちなみにこれぐらい耐えれます。めっちゃ余裕、半分ぐらいしか食らわない。本当に軽減ループ強い。 35% だよね。でミネルヴァ今回出てきました。で今回はさっきのねアテン君のエンハンスため直し問題が出てるので、シェリングホードが溜まっちゃってるんですよね。だからここで打ってます。まあ、パールバティが出た時もとりあえず火のイデアルね、ここで必ず使えるようにしておいて、エンハンス回復力取り戻して、まあ半分手前ぐらいまでちょっと削ったらアテン君のエンハンス打ってぶち抜いていけばいいんじゃないかなって思います。はい、ということで見れる場はこんな感じで遅延させてその間に突破しましたと。で今回はドロメダちゃん出てきました。ドロメダワンパンですね。月読みが出てもワンパンできると思いますので、月読みが出た場合は、まあ、十字消し1個ぐらい入れてあげてワンパンで、まあ、ここは柔らかいからね。まあ、というかこの編成多色で結構火力出るから、うん、だいぶ余裕できると思います。声がね小さいっていう風に、まあ、これね実は編集してるソフトが違ってですね、ミナカヌシはとりあえずワンパンで、バルディンは覚醒無効解除スキル打って、まあ2パンでいけるんじゃないかな。2パンや3パンでいけると思いますけど、解説動画みたいにこう横長、あれは2160対1920かな、ちょっと比率わからんけど、とりあえずグランディスは良いです。グラードブレイク、このね縦画面で収録してるときは僕はファイナルカットで編集してて、で あっちの解説動画ベスト5とかあれはアドビで編集してるんですよ。だからちょっと音声がね若干違ったりしたり、効果音がでかかったり、その辺の調整がいつもと違ったりするので、まあ、そこはごめんなさい。ちょっとうまいこと調整します。効果音が大きいって言われて声が小さい感じだったらしいので、ちょっとまあなるべくあんまり僕もね声を張り上げるか、まあ、マイクのあれを上げるかなんだけど、撮った音声は原因を上げるとねザラつき出ちゃうからね、あんまりそれはしたくなくて。で今回は12階層アルバート兄さん出てきてます。アルバート兄さんは1段目覚醒無効解除して、で半分まで削ったら、まあ、2発で突破してますね。まあ、ここは花火とかも来るので、まあイデアル片方置いておくのが安定かな。で13階層ニルオーカムかニルボックと、今回はオーカム出てきました。先制攻撃は軽減ありきで受け切ります。軽減なくても受け切れるかな、受け切れそうだねこの感じは。ちょっとね PDC で今回計算して、 PDC にリーベが反映されてないような気がして、ちょっと計算ができなかったんですけど、どうなんだろうそこは。ということでここは一発目で半分まで削って、で半分切ったらジンですね。まあイデアルか、まあいっぱいジンあるので、イデアルかアキネかカーリーか、うん、って感じですかね。リーベか、まあただアキネのスキルは次ね属性吸収のためにのこう残しておいた方がいいかなって思います。でここは2パンでいくつもりだったんですけど、2パンできずというところで3パンで突破しております。まあ特に何ら問題はないかな。
あの木の方がニルボークが出ちゃうと操作時間短縮くるから、まあただ一旦目1コンボすればいいか。気球種はあんま気になんないか。まあ、一応闇 ETR 残しておけばどっちにも刺さって強いかなと思いますけど。はい、今回は顔面光ですね。ゴルフェイスの方ですかね。で、ここは攻撃ダウン来るので、攻撃デバフをアテング寝返して、で、その後は色決めていくって感じです。一発目ちょっとルーレットがあってやりづらかったので、控えめに行ったんですけど、まあまあ削った。で、操作短縮来るので、ここは闇のイデアル打って、上書きして突破しております。操作短縮がきついね。ただでさえこの編成、指延長なければ9秒難所。9秒難所。はい。9秒なので、短いんですよね。だから、短縮半減されちゃうと 4.5 秒になっちゃって、だいぶやりづらい。特にこいつ。ね。こいつ半減してくるじゃないですか、普通に指。それがしんどくって、しかも半分切ったら攻撃デバフ来るから、またアテン君ため直しなんですよね。はい、ということで、とりあえず、何発かな ?3、4発ぐらい確か殴って半分いってますね。アテン君ため直して。ちなみにこれ、めっちゃ考えてます。指半減されてて、ミスしたくなかったので、めっちゃ考えました、ちゃんと。どうやったら一番確実に組めるか。で、回復も絶対しないといけない。回復力は素で結構高いので、まあ、イルミナの武器とかもつけてるし。なので、復帰はできるんですけど、ちゃんと色決めたいとやばいんで。ここまで来て負けたらショックだからね。ということで、アテン君が溜まるまで、ちょっとチビチビ削って。で、これ、操作時間 4.5 秒パズル。はい、4.5 秒にしたら頑張った、アメリ。4.5 秒でこれだけできれば王冠取れますからね。はい、さすが。さすがアメユリさんです。自画自賛するしかないんだよ。誰も褒めてくれないんだから。だって僕はいつも孤独で頑張ってますからね。自分が褒めなきゃ誰も褒めねえ。お前、俺がやらなきゃ誰がやるって感じですよ。はい、ということで今回は黒ヘキサ出てきました。特に言うことはないので早送りで奇跡全部削り切るところまでいきましょう。結構緊張するんすよね、こういう。だから、濃厚目指してるとね、だいぶ緊張するね。まあまあ、頑張りながら来てるから、ここまで。編成考えるのが一番時間かかるんよね。試すときはまあ、ある程度固まれば、試すだけだから、そんなに時間かかんなかったりはするけど。例えば気功場ってある程度敵の攻撃とか均一だから強さとかがいいんだけど、多次元はね、出る敵によってね違いすぎて、だからね嫌いなんですよ。あー、これルシファー出たらやべえなとか、いや闇ユルシャ出たらどうすんだろうみたいな、そういうの考えなきゃいけないから、気功場はその分ね、そういうとこあんまりないからね、好きですよ。基本的に同じような感じの敵が出てくるから。はい、ということで、バコ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 殴ってですね、半分切ったら、まあ、確定コードと。で、ちゃんとリーベのね、軽減打ってますので、割合からのドーンも全然耐えることは余裕でできます。普通に光ヘキサも受け切ることはできるでしょうと。はい、覚醒向こうは火のイデアルで返して、で、またさらに殴っていきます。で、こいつもね、また操作時間を短縮してくるやつなので、まあ、そこだけちょっと集中して、頑張ってるって感じですかね。あ、これですか、これですね。 4.5 秒パズルまたやってますわ。また 4.5 秒で頑張ってる。よく頑張った。よく頑張りました。はい、ということで次ラストパズルですね。まあこんな感じになっております。まあ優秀なキャラに間違いはない。つか武器もそもそも強いから、スキブと暗闇とヘイスト2ターン覚醒無効解除みたいな感じで武器も強いし、まあ、本体もね今多色特に環境を取ってるので何の編成に入れてもまあ強いんじゃないかなみたいな感じ。最近の多色編成、まあ、特にタイプ指定がないところが結構多かったりしますよね。ダイとかクラピカとか、アトリもそうだよね。なんかとにかく軽減率が高いだけで、基本的に何入れてもいいよみたいな、タイプ指定とかあんまりないよみたいな編成が多色で多かったりするので、まあ入れやすいんじゃないかなと思いますね。編集前にスキブ持ってるのも結構優秀だし。なので、1840円としては結構いいんじゃないかな。1840円以上の価値はあると思いますね。なので課金とかできる方はぜひ買ってもらって、まあ無事なんか奇跡的に無料分から出たよとか配布分から出たよみたいな人はおめでとうございますって感じで、確保できる方は確保しましょう。はい、ということで今回は
リーベを入れたイデアル編成で裏木工場をやっていました。よかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あ、そうだ、 1.7 万人いきました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。